皆さんこんにちは。公認心理師、栄養療法、音楽療法の波紋翔子と橋本翔太です。今日お話ししたいことなんですけれども、結構衝撃的な話です。願えば叶うっていうじゃないですか。ありありとイメージしたら叶いますよって、私も散々やりましたよ。マーフィーの法則とか読んでね、20代の頃に初めてマーフィーの法則読んで、そこからまあスピリチュアルとか引き寄せの法則とかいろいろ勉強してきてですね、鉄板じゃないですかこれ。イメージしたら叶うよって、思考が現実になるよって、イメージしたことが叶うよって、だからありありとイメージしましょうって。ところが衝撃的なデータが出ていて、ありありをとイメージした人ほど叶わないっていうデータが心理学の実験に出てるんですよ。これは立花明さん の本の中でも何回か出てくるお話なんですけども、要はね、アメリカの方での実験でね、まずその成績ね、大学生だったかな、学生に対して、まあ、A 群と B 群に分けて、まあ、B 群は普通通り勉強してもらうと。で A 群はありありとイメージするわけですよ。もうオール A じゃないけど、こういい成績を取れたね、で嬉しいっていうイメージをしながら勉強してもらったのが A 群。 B 群は通常通り勉強してもらいました。これどっちが成績良かったと思います？こうスピリチュアルとか勉強してきてさ、私もそのマーフィーの法則とかイメージしたら良くなるとか叶うとかって言ってるから、それはもう A 群でしょって思うじゃないですか。 A 群の方が成績が悪かったんですよ。もう一個ね、今度はジャンルを変えてダイエットの群、やっぱりね、これも A 群と B 群に分けて、 B 群の方はそのイメージするとかしないとかそういうの抜きにして、まあ、通常通りそのダイエットに励んでもらうと、うん、でどのくらい体重が落ちたかっていうのを計算するってことね。もちろんこの A 群 B 群ってちゃんとランダムに分けて差が出ないようにしてますよ。実験のね、いろんなその条件が入り込まないようにねしてますよ。で A 群の方は同じくそのダイエットしてもらうんだけど、ありありと痩せて素敵な自分になった状態をイメージしてもらったんですって。これもよく聞くじゃないですか。私も散々やりましたよ。もうなんかこう、僕は筋肉つけていきたい方だから、こう筋肉がたくさんついた、こうかっこいい自分になるなんてことをね、散々イメージングなんかしたんですよ。こうイメージすれば叶うはずだから、でこうイメージすればするほどその、ね、思考が全てを作ってるから、波動が全てを作ってるから、自分の肉体も変わるはずだって、本にも書いてあるしね、引き寄せの法則にも書いてあるし、私引き寄せの法則大好きだったからさ、そういう時があったんですよ。ところがこれどっちがダイエット成功したと思います？これもね、ありありと痩せた自分をイメージしていた A 群の方があんまり痩せなかったんですよ、うん、何にもイメージしてないで、ね、通常通りダイエットをやった B 群の方が体重が落ちてるんですって。これ衝撃だと思いません？私は衝撃でしたよ、うん、だって今までの理屈で言ったら、少なくともこの動画を見ている、そのイメージしたら全てが叶うんだってことをやってきた人たちにとったら、そんなわけないと思うじゃないですか、ね、ありありとイメージしたらうまくいくんだって。だからこういろんなことを皆さんしてきたわけだよね。こう夢が叶った状態をイメージしてみたり、言葉に書いてみたり、なんかこう写真貼ってみたりさ、ね、こんな風になるんだみたいな感じでやってきてたはずなのに、え、なんでって、イメージしてる方がなんでうまくいかないのって。でこれね、理由は結局脳っていうのはイメージも現実も分けられない、もうこれは本当なんですよ、うん、だからそのよくね、そのいろんな自己啓発とかスピリチュアルみたいなイメージしましょうって人も、ありありとイメージしてね、いい波動になったらその波動がベースになって引き寄せられてきますよみたいなこと言うわけですよね。ところが脳は確かに現実とイメージを区別できない、うん、だからありありとイメージしたら、こう成績がいい状態をねイメージしたら、なんか体が脳がいい成績が取れたような気持ちになるわけ。自分が痩せてる状態をイメージしたら、あるいは自分がこうマッチョな状態になったってことをイメージしたら、なんとなく脳はこうマッチョになったとか体重が落ちたとかっていう状態になるわけよ。でそれをしちゃうと、実は脳が満足しちゃって行動へのモチベーションが下がるってことが心理学の実験で分かってるんです。いやこれ聞いた時にさ、あ、今ピアノになっちゃった。これ聞いた時に私は、まあそう、みたいなね
衝撃だったんですけど、でもそう言われると皆さん心当たりちょっとあるでしょ。だってそんな周りにさ、イメージだとか言ってないけど成果出してる人っていっぱいいるじゃないですか。でなんかやたらとイメージがとか思考が現実になるとか波動がとか言ってる人がなんか全然あなた5年前と変わんないねみたいな人いるよね。その説明がつくんですよ結局。うん、もちろんねこんな風になりたいなとか目標設定として、目標設定としてこんな風になりたいなっていう風にね、あの目標を持つためにそのなんかこうイメージをするっていうのはいいと思うんですよ。問題なのがイメージばっかりしてそこで満足しちゃうのがまずいってことなので、いや私は満足してないですって思ったとしても脳っていうのは現実とイメージの区別ができないから、イメージして満足しちゃうとモチベーションが下がるんだって。だからいい成績を取ったことをイメージしたさっきの A 群ねは、それをしたら勉強時間が B 群よりも減ったっていうデータが出てるんですよ。だからいい成績取れたと思ってなんか満足しちゃって勉強しなくなっちゃったの、そこでもうなんか膝から崩れ落ちるような感じがしません？私はその感じありましたよ。マジか、そうかと思って。で当然そのダイエットの群ね、もうこう毎日毎日痩せた自分、素敵な自分を思ってこうニコニコ楽しい気持ちになってた人っていうのはもうそれだけで満足しちゃうから、結局そのダイエットの頻度、まあ、運動だったり食事制限みたいなことがイメージしてなかった B 群よりも甘くなっちゃったんだって。だから結果的に成果が出なかったっていう。衝撃ですよこれ。私は衝撃でしたよ。だからでもね、それを見てね、あ、なるほどなと思った。なんかこうね、ずっと謎に思ってたことが解けたっていうか。で私もね、散々その例えば体に関してはさ、まあもう20年近くトレーニング取り組んできてるんだけど、やっぱりこう一時期その波動とか願ったら叶うみたいなことにすごい固執してね、なんていうかなジムに行かないでイメージだけした時とかあるんですよ。まあ、実験とまで言わないけども、だって理屈で言ったら波動が全てだから、思考が全てだから、イメージしたらそれだけでムキムキになるはずじゃないですか。本にそう書いてあるからさね。だから私も素直にやったんだけれども、筋肉つかなかったよ言いながら笑っちゃってるけど、いやー、家の中でね、いくらイメージしても筋肉つきませんでした。はい、ね、黙ってジムに行って1日10分でもいいからウエイトトレーニングした方が筋肉つきました。この謎がその心理学実験によってズバリ出たなっていう感じですよ。うん、だから今日伝えたかったことは、別にイメージすることが悪いわけではないし、実際そのピアノとか運動スポーツ系ってね、イメージトレーニングも大事なんですよ確かに。うん、ピアノなんかそうなんだけど、イメージした後にもう一回譜面さらうとね、結構弾けたりするようになるわけ。弾けなかったフレーズが弾けたりするようになるわけ。だからイメージトレーニングとかイメージを使うことは大事なんだけれども、うん、イメージによって変に満足しちゃうことによって、脳が騙されて変に満足することによって、結局行動しなくなってしまうっていうことによって、結果的に願いが全然叶わないっていう可能性があるんだってことを皆さんに知っておいてほしいんです。これすごい大事な話だと思う。だからまあ、私も一時期そうだったんだけども、変にその波動とかに行き過ぎちゃってね、うん、思考が現実を作るみたいな方に行き過ぎちゃって、そのイメージとか思考しかしなくなっちゃう人っているわけよ。でそのまま2年3年経ってごらん、何にも変わってないから。それどころか衰えてるから、いろんなことが、うん、だから自分を奮い立たせたり、こう目標設定として、あ、こんな風になりたいなとか、例えば体だったダイエットとかね、体だったらこんな風になりたいなってことをイメージする、自分がこんな風になったってことをイメージするのはいいんだけど、それを毎日毎日毎日しつこくやって30分毎日やりました、だから変わりますかって言ったら変わらないどころか、脳が変に満足しちゃって結局行動に起こせてない、行動に移せなくなっちゃうっていうことがあるってことを皆さん知ってください。ダイエットにしろ、まあ、勉強にしろ、そういうことがあるってこと。だから願えば叶うっていうのは確かに嘘ではないと思うけれども、そこに行動が乗らないと何も変わらないわけで、皮肉なことにその大事な行動でさえイメージして満足しちゃうことによって削られてしまうっていう衝撃の実験結果が出てるんですよ。だからそれを今日は伝えたくて皆さんにお話をしています。
だからもう私その例えば今ねその自分の体のことなんかだと昔みたいにイメージしないですよもう、うん、それよりもその時間さ10分間イメージするんだったら10分間、うん、ジムに行った方がいいんだもん。ピアノもそうですよ。イメージトレーニングもするけれどもそのイメージばっかりしてたって絶対ピアノ上手くならないからね。でそういうシンプルで当たり前なことからどうしてもずれてっちゃうんだよね。うん、波動とかイメージすれば全てが叶うみたいなことに行き過ぎちゃうとね。だから非常に受け入れがたい現実かもしれないですけど皆さんそこを心に留めといてください。今日お伝えしたかったのはイメージすることが悪いわけじゃないんだよ。でもイメージすれば全てが叶うというのは私は嘘だと思います。それどころかイメージすることによって願えば願うほど自分の脳が満足しちゃって結果的に行動に移せないという何とも悲しい結末を迎えてしまう可能性があるということが、まあ、アメリカの心理学実験で分かってるんですよ。まあ、アメリカらしいよねこういうことをやるっていうのは。そもそもさこのイメージしたら叶うとかさそういうものって全部アメリカから来てるからさ、だから当然それを検証しましょうっていうのもねなんかすごくアメリカっぽいなと思うんですけれども、まあ、そういう実験結果が出てます。でねこれ意外と言ってくれてる人いないんだよね、うん、だからまあこの動画を見た人は知ってはいたけどそうだよねっていうのをちょっとどこかで知っておいてほしいなと思います。繰り返すけどイメージが悪いっては言ってるわけじゃないんですよ。自分のモチベーションを上げたりさイメージを使うことによっていろんなことがうまくいくときもありますね。イメージトレーニングも確かに役に立ちますけれどもイメージによって脳が満足して結果的に自分の行動が削られるモチベーションが下がってしまうんだっていう何とも悲しい結果も起こるんだっていうことを皆さん知っておいてください。だからまあね、ここに来て私思うんだけどもやっぱり私たちって3次元の世界に住んでるからこの肉体を使って行動をするっていうことがまあ大事なのよ。何事もバランスです。で他の動画でも言ってるけどそういうイメージとか波動とかスピリチュアルみたいなのはこうお蕎麦の中の七味唐辛子ぐらいでいいんだよ。うん、七味唐辛子そのものを食ってるとさ体も壊すしね体調も悪くなるわけ。メインはお蕎麦なんだわ。メインはスープなの。そこにちょちょちょっと七味唐辛子を食べてより美味しいぐらいのバランスでちょうどいいと思います私はね。うん、否定はしないよ。でも七味唐辛子ぐらいでいいんじゃないかってことで、肝心なのはメインはお蕎麦なわけだからメインはこの肉体を大切にして自分の心を大切にして現実世界でちょっとずつ地道な行動を起こしていくね。地道に勉強する、地道にダイエットをするとかね、そういう地道な行動が大事なんだよっていうことを改めて私はそのね実験結果を聞いて感じたのでね、皆さんにシェアしたくてこの動画を撮りました。よろしかったらですね、私の動画何回も見てみてください。何回か聞いてるうちにふっと腹落ちする時があります。結構ね、無意識が拒否するんですよ。聞きたくない言葉を。だからね、何回も聞いてほしいなっていうのと、あとは、他の動画もね、ぜひ見てみてください。結構話がつながってるんでね、他の動画見てもらうことによってより気づきが深まるなってこともあると思います。ぜひね、チャンネル登録とか、いいねボタンとか、あとこんな動画いいねって言って、良かったよみたいな感じで、お友達、もし興味ありそうな方がいたらね、紹介してください。はい、今日は以上になります。橋本翔太でした。